ルミノール反応による発酵ルミノールは窒素含有複素乾式化合物の一種で乾式や化学の演示実験に欠かせない主薬である。過酸化水素と共に用いると血液の存在を強い発酵で知らせる。その発酵反応はルミノール反応と呼ばれる。水に不要だが塩基性水溶液にはかよう。3、ニトルフタル酸より。 実験室にてルミノールを合成する経路の一例を解説する。3. ニトロフタル酸のトリエチレングリコーリ溶液にヒドラジン水溶液を加えて加熱し、脱水縮合、を化した後、ニトロフタルヒドラジドとする。5. ニトロフタルヒドラジドの水酸化ナトリウム水溶液にアニチオン酸ナトリウムを加えて加熱し、酸酸で中和後、ニトロ元が網の元へと還元されたルミノールの 沈殿を得る。アルカリ性の水溶液中、ルミノールは、過酸化水素と反応して、波長460十七メートルの強い姿勢色の発光を示す。この反応は、銅、コバルトなどの繊維金属及びその作体計算、FE6 を用いる、ある種の酵素によって触媒される。これを利用して、過酸化水素及び触媒となる、金属種の微量定量、定性試験を行う。 ヘミンヘモグロビンあるいは血液は発酵反応の触媒になるので血液の乾式に古くから用いられている。この反応をルミノール反応という塩基水溶液中におけるルミノール反応の機構は諸説あり定まっていない。3. アミノフタル酸のジアニオンの一重高齢期状態が直接の発酵種であるという点は諸説で共通しており実際にルミノールが示す 化学発酵と3、アミノフタル酸を塩基性水溶液中において冷気した際に示す傾向は等しい。下のスキームは提案された気候の例であるが、その中では塩基の作用により、ルミノールからジアニオン中間体が発生するものと仮定している。そこから酸化を受けて、アザキノン中間体に代わり、ヒドロペルオキシドアニオンの負荷と窒素分子の脱離を経て3、 アミノフタル酸のジアニオンとなるとする。別に提案されている機構では、ルミノールのジアニオン中間体を経ずに、鉄などの触媒と塩基の作用によりアニオンラジカルが出たところへ、スーパーオキシドアニオンが感化孵化し、窒素分子が脱離して、フタル酸ジアニオンへ変わるとする。また、ルミノールからまず発生するモノアニオンが酸化を受けて中性ラジカルとなった後に、 不等しかによりアザキノン中間体を与える機構も提案されている。マークインデックス、11スエディション、5470、AB バストス、EL シスケット、LFML バートロニ、FH コットラニ、LH バーダー、WJ ルミネッセンス2007、22、113から125、ドイ 10.、10.1002、バイオ、 934AB シェイクハシュリ、BZ 著、池本伊佐役、教師のためのケミカルデモンストレーションに科学発行、作体丸善、1997 ISBN 4、ISBN4 から621043293、やたきみよ、暴殺下山事件 P118。ありがとうございます。